どうも皆さんこんにちは、サータンです。今回はね、ナイトメア始まって新しい武器とかもね来たということでね、バトルロワイヤルやっていきたいと思うんですけど、新しいマップはないみたいです。とりあえずね、新武器来てるみたいなんで探していきたいと思います。ジャングルのあたり一旦降りようと思います。なんかロビーとかもすごい変わってて、とりあえずここ入った入った。新武器がどこにあるかわかんないんだけど、なんかショットガンとなんか飛べる移動武器とかも来たらしくって、移動武器はロケットアラームがあるからいいと思うんですけど、ハロウィン好きだよって方はね、チャンネル登録と高評価お願いします。とりあえず資材集めて武器を探したい。お、なにこれ、キャンディーコーン、キャンディーコーンだ。これなんだ、すげえ。あー、なんかなんだろう、前見たことあるな。でもあ、これだ、このショットガンが新しい武器。まあまあ強そうではあるけど、とりあえず敵に使ってみよう。あ、銃声するからとりあえず、あ、でもこれあれか、結構的ちっちゃくなるけど、あでもなんか新しい武器で剣みたいなのも見えたから、あ、近くにいる。それもね、ちょっと探していきたいと思います。とりあえず登りたい。待って、やばい、資材がない。あ、とりあえずもうあれに使ってみるか。待って、やばい、え、当たんないんだけど。あ、あ、あ、待って、あ、なんか、あ、矢発射する系？ちょっと待って、これ、これ。おうおうおう、むずい。あ、でもこれでもショットガンの弾はちょっとね、ちょっとむずいです。僕はちょっと苦手かな、これ。あー、なんかいるな。ゲイ。あれ、この人は？あれ、あ、とりあえず、あれ、この人ショットガンないか。ちょっと強いショットガンが欲しい。これはダメだな。でもなんか、うん、まあまあ結構拡張とかで強くできそうではあるけど、ショットガンこれ当たらないんだよね、ちょっと難しいかも。多分ね、これは普通に全然、あのシャープポンプいなくなっちゃったんだっけ。あったあった、そう、これの方が強いかも。普通にこっちの方がねめっちゃ強い。ハボポン買ったらもうそっちの方が強かったけど、今あれはねでも結構遠距離いけそう。シャープみたいに結構遠いところ狙いそうだけど難しいかな、エイムがちょっと悪いから。あ、どこだ、後ろか、開いた、これ行った方がいいかな、詰めるか、詰めちゃうか。とりあえず、あ、でもあのショットガンネタ武器だな。ちょっとね、あれはね、あ、あ、ステッキか、なんだ、あ、そうそう、これね結構
縛りとかするときのネタに扱いそうだけど、あんまり強くないな。あ、ちょっと普通のコンバット欲しい。あるかな。あれ普通のコンバットってあるよね、まだ。なんか今回ボスいないかな、増えてないかな。なんかハロウィン仕様のボスとか。あ、待って、まだライトセーバー、あれライトセーバーないよね。今ライトセーバーっぽい音聞こえた気が。よいしょ、どこかな。とりあえず今回はモノカットで撮っていこうと思うんですけど、どこだどこだ。とりあえずあの武器使ってみる。あ、いるわ。あ、出た。当たんねー。あ、エイム持ってる。はい、ナイス。あ、いたわ、サブマ。いたっていうか、あったわ。オッケーオッケー。まあ、そろそろ予測到達頃か。結構いるな。なんだろう、ボスか。多分金庫は取られてるからボスかな。当たんない。普通の戦闘あたり漁夫に行きたいんだけど、ボスだったら漁夫れない。あ、いるね。ゲイゲイやばい。あ、待って、まだいる？まだ漁夫来てる？あ、どこだ？あ、上か。やばい！オッケー、シードカット。ちょっと待って、横からも来てない。今日、ちょっと敵多くない？やばい！で、普通にスタ。ゲイ。やっぱシャープ、あ、やばい。振られる。マジか。オッケー。とりあえずちょっと与えたから。待って、まだいる。オッケー。ちょっとやばい。ちょっときついかも。とりあえず。8？ ちょっときついかも。お前なんか新武器ないな。カス、なんかまあシットガンは見つかったけど、なんか移動系が出てた気がする。これウィッチブルーム、ウィッチなんとかって、ウィッチブルームってやつ、あ、タイグラッシュ来てるの。ウィッチブルームってやつで飛ぶってやつあるんだけど、ウィッチブルームが今一度どこか分かんない。どこにあるんだろう、ウィッチブルーム。あ、とりあえず回復しちゃう。囲わなくてもいいか。あれ、待って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 、スタ。あ、ちょっと待って、マジでやばい。よし、遅い。あ、あ、もう、あ、あ、コッコ、コッコ、肉、大事なお肉。ちょ、とりあえずアンチ移動させたいけど、あー、やばい。普通に変身した。上の上変身むずいんだよね。あれ、ニャッスル、あれ、ここニャッスルじゃなかったっけ。あ、待って、これあれじゃん、ゾンビ化してんじゃん、狂ってる。狂っちゃったのか。ってことはニャッスルいなくなった。ニャッスルちゃんどこ行った。あ、あ、パンプキンランチャー、これロケなんだよね。弾あるから
ンプキンランチは来た来た。これもね、新武器だ。新武器っていうか、まあ保管庫入りされてたかな。帰ってきたのかな。これうるさいんだよね。これ本当に変な音になるんだよね。パーンみたいな感じで。これ拒否るのめっちゃ良くない。あそこか。ほら、なんかプワーンってなるね。プワーンって。プワーンってうるさいね。プワーンって。いや、待って。ウィールくね。あ、いなかった。あれ上足音しなかった。プワーンって倒したいけど。なんかさっきめっちゃ恐怖来てたな。あ、いるな。どこだ。プワーンが何段目入るか知りたい。プワーンが。プワーン何段目かな。あれいない。これね、結構近距離で撃てないから、プワーンはね、距離取らないとね。プワーンはね、あ、え、え、これあれじゃん。絶対、絶対拾われない。あれね、これ持った方がいいかな、ネタ的に。あ、でも、持った方がいいのかな、これ。あ、え、なんかある。あ、宝箱か。普通になんか光ってるか、新しいなんかかと思ったら、宝箱でした。あー、あー、危ない。あ、やばい。編集できない。かっこつけたかった。まずいな。いないんだよ。パーンって倒したいんだけど。これね、クリエでしか使ったことないから。実戦で使うの初めてかな。いや、初めてかな。うん。前の、あの、着水の時に。去年のハロウィンでなかったなら初めてかな。実戦では初めてかな。ロケランね、結構前使ったっけ。普通のロケランを使った記憶あるけど、これリブードとかあったら普通にオーバンプキン結構あるんだけど、あ、やばい、待って、リブードのボックスにあれ強かったね、スマッシュ。あ、ちょっと人間かと思ったわ。飛びます。あ、待って、飛んでる人いる。エアリストだったらいいんだけど。まだね、それ島だって。エアリストでだったらいいんだけど。あ、待って、あ、え、危ない。いや、マジでやばい。危ない。マジか。あ、そうそう、これだよ、ミシック1ブルーム。とりあえず、これ、なんだ？これ使ってみたい。パンプキン、あの、もうコンバットステーキ。いや、これ買ったけど捨てちゃうか、後で拾えばいいか。じゃあ早速使ってみるか。あ、でも、結構あれか、グライダーみたいな感じ？で、なんか、あ、これあれじゃん。これ売ってんじゃない？ほら、売ってる。なんか買った人いたのかな。さあ、ウィッチブルーム結構ロケラムの、あの、グライザーエアリストとロケラム合体した場みたいな感じかな。結構そんな感じ。あー、ちょっとやばい気がする。あ、でも結構いい、結構いい。これ爆発したら最強だったんだ。ラプター死んじゃう。あ、氷壁さんだ。でも氷壁ってランチャー撃ったら壊れるのかな、一回で。でも結構20なんだよね、タイムが20だから。これタンク？あ、これタンクか。割っちゃう、割られるとこも。ウィッチブルーム。でも、ロケラムなくなっちゃったのかな？
諦めがないならビッチブルーは結構強いと思うけど、あるのかな、諦めがあるのかどうかちょっとよくわかんないけど、ないならもうビッチブルーしかないもんね。爆発しないんだもん。あ、これ壁当たっても動き続けられるんだ。壁当たっても大丈夫剣のやつか。結構今日、今シーズン、シーズンっていうか今回のイベント結構やばいな。結構いるしね。やばい、編集だ編集だ、あ編集ちょっと重いな、ラグ、あ、ラグ、ちょっとラグいくな。あ、いる、これ落下でも防げるんだ。いたな、今ピッチブルームってグライダー展開と同じ音か。色活機能がついてるとピッチブルーム同じグライダーと同じ。あ、あ、危ねえ、クーラーかと思ったわ。車ね、これ車壊せるかな。パンプキンで魚振りたいんだすけど、だすけどって言っちゃった、だすけどどうしましょう。え、あ、待って、近い、今歩行音聞こえたっていうか見えた。今上いたな絶対。どうしよう、飛びたい。でも体育抜かれるの嫌なんだよな。体育抜かれないことになろう。トントンで、あ、ボスと戦ってなんかこれ魚振れるんじゃない。あれ、エアリストとウィッチグルムさえ。オッケーちょ待って、あ、待って、ボスさん、ごめんなさい、ボスさんだったのか。とりあえずこれ拾っちゃうと多分まずいから、もう逃げちゃいますよ。飛ぶか、あ、ちょリロードしないとやばいかも。飛んでくのまずいかもな、体育あれだから。あと何人だ、あと8か9、見えないんですよね、で目悪くて。どこ、あ、いたわ、あちょ、同じこと考えてる人いる。ちょ逃げちゃおう、絶対絶対、あ、入っても持ってんのか、あ、近く、あいつもパンプキン構えてるな。二人とも当たんない、マジか、ちょ、やばい、マジでやばい、マジか、マジか、結構きついかも。でもまあ、あの変なほうきとパンプキンランチャーか、あ、来てたね、パンプキンランチャーとほうき、パンプキンランチャーは保管庫か、あのシュットガンとパンプキンランチャーとあれか、ほうきが来たみたいな感じか。パンプキンランチャーに関しては帰ってきたみたいな感じだけど、そっか、ランクちょっとやばいか、やばい、ちゃんって固まった、動いた。そう、これウッドスティックショットガンってやつ、これ当たらない遠距離武器って感じかな。ちょっ
っとよくわかんないな。遠距離武器なのかな。ここにね、なんかロッカー結構変わったでしょ。お気に入りとかもここで出てきて、ほら結構変わったんだよね、ロッカーとかも。ほら、あ、始まる始まる。そうかな。結構接続遅いんだよね。ピンポンダッシュするってミッションあったんだよね。ピンポンダッシュミッションがあったんですよ。これかこれ。あ、ピンポンしてピンポンして15秒以内に一定距離これピンポンダッシュこれかな。15秒以内にダッシュで25だから、オートダッシュっていうかあれよね。お、あ、全然違った。早速ミシックかと思ったら、撮影に関与味方してくれたと思ったら先生、そんなことなかった。あ、職業部あるんだ一応。まだまだ職業部あったんだ。あ、なくなっちゃったかと思ったよ。物資もね、もう拾われませんよ物資さん。ちょっとワンが欲しいんだけど、ドラビーあった。本当に編集、あ、これお菓子、お、すげえ、これあれじゃん、お菓子なんだこれ。あ、これ結構回復してくる。これは体力回復系。なるほどね、結構回復してくれたね。一瞬でね、あれぐらいは結構いても、6個持てるはずだから、一瞬足りないのは結構簡易的な回復になると思うから、6個でやっと回復が結構いくみたいな感じかな。結構強いね。早速持ってるな。あれ本気だよね多分。とりあえずここピン刺しといて、来てるんだよ。ここにでも置いとこう。怖いから、来るんじゃない。あれ来ないか、あれ来ないな。来ないわ。お、これはちょっとこのネタ武器、このネタ武器を使うか。このネタ武器を使うときはタレットさんに頑張ってもらうしかない。あ、無理。ちょっと待って、本当に無理だ。これ逃げた。めっちゃ強いなこれ。マジか。当たれば強い。あ、え？結
結構強いよ、このショットが。結構 AME 人とかだとめっちゃいいんじゃないこれ。結構 AME 行くのおすすめの武器。あ、本当にうまくいかない。いつもうまくいくんだけど。撮影するとうまくいかない。マジか、でも結構強いな。あ、そうだ、絶対忘れそう。ごめんよ、取れるの。お、あ、はい。これできんの、バグるんだよ。これどうなるんだ。お、え、あ。ねえ、話してけー。エイムよ。え？エイムよくないもん。ダメだ。結構上手い人いるな。やっぱ上手いな。勝てるか。ここでね、角町に降りてきたところ逃げてると思って下行ってくれたらいいんだけど、ここあえて回復鳴らすか。逃げろ逃げろ。これ当たったら痛いな。まだ来てるかも。あー、しつこい。ずっと追いかけてくるな。なんでだよ、怖いよ。あら、まだ。あ、そうそう、そういえばこの間ランは3体湧いてたんだよね、ジャングルに。このジャングルの岩のところにランは3体湧いてて、ちょっとキャップ忘れてたけどできなかったね。あ、待って、今レアタカ、青タカじゃない、青タカだ。何出るかな。これは持つべきなのかな。うん、ネタ武器もうね、全部規制派、全部規制派ってしたいから、これでいく。これ完璧じゃないもん。そしたらサブもいらないかな。これでいくか。これも撮影としてバッチ。めたいな。すごいめたいな。なんかある、光出てるよ。あ、大したことなかった。うん、大したもんじゃなかった。光出てるか、すっごいもんかと思ったら、ちょっと騙された。おー、いるね。どこ、え、本当にどこ。あそこか。これ違う？あれどこだ？ここショットガン弱いからあんまり近づきたくないんだよ。あんまり近距離は。結構ね、遠距離。あ、でもさっき変色決まった。普通にも良かったな。当たり判定よくわかんないんやで。ゲームは止まってるから。当たり判定がよくわかんない。ちょっと練習練習。あ、やばい、練習がやばい。練習が遅い。
階段結構難しい。とりあえず だね。あるじゃん。あ、すいません。どれだっけ。ちょっとちゃんとね。牛おるやん。まあまあダメージ入るのこっちだし。ハロウィン武器縛りとか言ったらもうこれしかない。当たるか。あ、無理だ。オッケー。結構強い。さっきのちょっとね弱い。どこ狙ってんのか分からなかったからね。あ、変な感じで打ってくれて助かったっす。ピューン。どこだ。もうね、飛ばしたい。飛ばせば勝ち。ピザあったんだ。まだラプターか。ラプターはきついよ。え、さすがに当たんないよね。あ、来たわ。これ当たるか。あ、ちょっとイスった。意外と爆発させちゃった。当たる。よし、届いた。届かなかったらどうしようと思ったよ。こんなかか。これか。もうこれしかダメで許されない。ね、これ確か入ってんだよ。なんかピンボンになってる。かんこがかんこビンボンになってる。ミッションとかタイムラッシュね、やんないとね。あ、え、今の何入った。これ大会だったらマジで。いけー。もう最初始めたてはね、今シーズン始めた時めっちゃ弱いと思ってたもん。飛んでんな。どこ対空抜けるかな。スパイアリか。誰のラプターだ。あれについてはできないわけ。あれについてか。ラプターはちょ、こっち来るのが。ちょっと待ってやっちゃった。ちょっと待って、NPC を殺しちゃった。ダネゲア、NPC はちょっと怖い。NPC 意外と意味いいんだよね。結
か、でもリロード早いのかもしれない。あ、でも1個リロードするのに結構早いと思うけど、4秒なんだ。まあまあ結構早いんじゃん。ああ、ちょっと待って、後ろと前どっち、後ろと前どっち、今の本当にどっち、後ろ、当たんなかった。これはね、仕方ない。ちょっと使わないって言ってもなんか、マジか、魚吹きだな。戦ってくんないかな。拾うんで、拾うんで、見逃して、見逃して、ちょっと待って、構わず攻撃してきてる。ちょっと待って、やばいかも。離れます。どこ？と、さすがに当たらないか。後ろも怖いんだ。やばい、回復が。え？マジか。マジかよ。これはいい。しなってやばい。絶対しないと。引かないと。やばい、絶対絶対、なんもない。出る。リーム終わってんな。これ当たんなくない？ちょっとやばいかも。許して。あ、やばい。落ちた。ちょっと待って、思わず拾ってきちゃったけど、レジェンドこれあれじゃん、弱い方じゃん。インファなんとか、さまよってる間は OK。あとは残る。ドーンと行きまーす。あれだよ、多分さっきのほうきあれか。マジかー、あと6人、敵はあと6人。移動したいんだけど、戦闘は避けたい。回復弱いから戦闘避けたいんだよ。あー、今巻くもんじゃないのか。どうしよう。負けたワンちゃん、このショットガンもさっき意外と強かったんだ。いけるじゃない、これ。いけるじゃない。
足りなかった。あれ同じ芝居してる人、この人も説教者かな。やめよう。マジか。ねえ、やばいって。え？MKはさ、反則。マジか。とりあえずね。最後は台湾でもして終わろうかな。長い。なんとなく分かってきたから。ガトパンはね、前から変わっちゃった。とりあえずこれね、3試合ぐらいやったら終わろうと思います。OK。 ついてるか。あ、いたいた。もう。絶対この人。とりあえずね、切ってみよう。ちょっと今回ね、弱いんだよ。今回のやつ。マジか。さっき編集すごかったから。さっきすごかったな、ね、編集。これ強そう。勝てるかな。最近ね、全然タイマーやってなかった。ゾンウースとかってやってたの。マサオの飯、おにぎり、かわいいな。どうしよう、かかい、あ、まあ、いいかも。あ、スターワンダ怖い。前はスターワンダだったけど、スターワンダ怖い。え、うまくない？嘘でしょ。え？あ、でも
え、でも甘くない？え、甘っ。ちょっと惜しかったな。ちょっと甘すぎます。どっか、ちょっとチャーシュー持たない方がいいかも。3本線、え、え、練習早いな。屋根置きとか甘かったし、ワンボックス攻め前のかないと。うまっ。やばい。ちょっと待って、チャーシューチャーシューチャーする。本当にちょっと息が下手。今日調子悪いな。あ、やべ、昨日やんなかったからかな。危ね。マジか。屋根置きすごくない？うまっ。めっちゃうまい。うますぎ。なんかここだよね。カリッカー。積んだ。好きな武器にしてるから、これでじゃんじゃん登っちゃいましょう。はい、グラップラね、あったし持ってなかったから、結構グラップラ上手いと思う。まさか回復してるとは思わないでしょ。逃げられた。よし、やっとだ。やっと1本。あと2本か、あと1本か。これで俺が勝てば、次勝った方が勝ちになるんだけど。あ、待って。これ3本？ 3 本取る。あ、3本取られた。同じこと考えてた。よし。いや、これおしまいかな。これ多分おしまいかな。無理かな。ロビー戻って、ということでね、今回、あ、バグった。ということでね、今回の動画は以上です。この動画がね、いいよって思った方は、チャンネル登録と高評価お願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。またね。